自分果物を描くことはすごく多いんですけれども、まあ、季節季節こう自分の足使って出歩いて、うん、でいいものがあると、うん、それに当てはめて描きたくなりますよね。あ、なるほど。先にあの、絵の講座あって、そこにこいつ、うん、そこに当てはめる何かを探す、うん、っていうこともありますけれども、うん、もう物自体、うん、いいブドウがあったらそれにふさわしい構図を自分の中にある中から引っ張ってきて描くっていうパターンがすごく多いですね、すっげーかっこよく言うと、なんかこいつ俺に描いて美味しそうにしてるなみたいな、なんかそういう感覚、はい、これ描かなきゃなっていう感じで、それで描いて描くってことが多いですよね。